新千歳空港の到着ロビーは多くの観光客で混雑していました。連休中の道内到着便の予約率は今日がピークで、日本航空が 73.2%、全日空が 81% となっています。私は10連休取れました。家族とゴルフをしようと思って。美味しいものが食べたいと思ってまして。何が食べたい？お寿司が食べたいです。いくらJR 札幌駅へ向かう各方面からの列車の指定席予約数も今日が最も多くなっています。 JR 北海道によりますと、ゴールデンウィーク期間中の特急列車と新幹線を合わせた指定席の予約は増えていて、前年比で 104.8% となりました。